こんばんは、マサ4644です。今回は水曜ダンジョンの地獄級に行きたいと思います。カーリーパーティーで確か今回は調べてないんだけど、水曜ダンジョンの地獄級どんな感じでクリア動画出してダーシーデータかどうか分かんなかったんで、やってみいきたいと思います。パーティーの編成で基本的にスキル封印耐性5個持ちじゃないとクリアはちょっと難しいダンジョンなんで、カーリーで1個ずつと、ユーナで2個で、ラー持って、ラー1個持ってんね。ちなみにサクヤも持ってんだよね。まあ、6個持ってるかな。で、基本的には、まあ、普通に殴り合って、終わりみたいな感じなんだけど、最後の仮面のところめんどくさかったらラーでクリアしちゃって、で最後はまあ回復しながら倒してって、最後防御10万の HP80 万のやつとうまい感じで倒せば OK です。まあ挑戦する。このパーティー体力タイプがラーとイザナミとサクヤでいるから結構 HP は高めです。でフレンド、スキルマじゃないかなと言ったんだね。でだ、ここは普通に、何色だ。まあ、指定色組んで OK です。でちなみに、指がね、サクヤ持ってるよね。めっちゃ長くなんだよね、これ。カーリー、で、1個ずつで2、ユーナ1、ラー1、サク1で5個持ってるから 2.5 秒だから 6.5 秒パズルできます。ちなみに。だから、そんなに意識しなくても、踏めちゃうよ。みたいな感じです。で、ちなみに2階が、仮面なんだけど、この仮面さんは力を貯めるをしてくるんで、基本的に別にワンパンしなくても、ただコンボを決めてれば OK です。です。よ。今決めちゃったけど、まあ、ターン数が少ないやつからやっていけば、まあ負けることは、ほぼほぼないんじゃないでしょうかね。まあ、すんげえなめくをしなければ。多分大丈夫。あ、まだしない。光がなかったからね。しょうがないね。で、多分緑色の方がお亡くなりになるんで、で、まあ、こんな感じで気合い食べてくるんで、ちゃんと気合い貯めてからこっちも気合い入れて倒しに行かないとまずいです。あ、光がない。まあ、全体攻撃含めるとかそういう工夫をした方が良かったねって今更ながら気づく。で、あとは、適当ではないけど、全体含ませながら、あと、光が多いから光とか多めに消していけば、大丈夫なはず。まあ、これで押しましょう。さすがに。で、えい。で、3階。が、仮面だね。さらに。
ここは貫通させていきます。うん、これで多分36秒でめっちゃ決まってる。多分抜けたんだけどな。多分抜ける。OK。出ました。で、4階が仮面たちね。ここは、青。ラーで抜いちゃいます。はい。やっとでした。で、ラスト。これ先生あったよ、確か。で、毎ターン、9000かな。毎ターン9000ダメージ食らわしてくるんで、まあ、別に、まあ、イザナミ俺は使っちゃうけど、使って、こっちが HP 高防御なんで、この子から、ダメージ、まあ、だいたい減るぐらいまで、食らわして、いきますよ。うお、回復を入れてなかった。そういう怖いことはしないようにしてください、皆さん。きっと普通に死んどった。まあこのパーティーは回復力高いから、まあまあまあ、まあ、変に死ぬことはないであろう。えい、あと一旦耐えられて、さらにユーナがいるっつうね。まあ、これで多分死なないから、まだ。で、まあ、こっから決めてきます。でだ。どうしよっかな。CO。主心ロンプ。1手。はい。で、カーリー使って、で、あぶね、またカーリー使ってやった。いうやつやります。1を半分。で、まあ普通に決めればいいんじゃねえかな。これで、ね。あ、やっぱ25倍なってる。25倍なってる。20! おお。ふぅ、ここ、カーリー残しておいてよかったね。はい。っていうことで、うん。ごめんない。ふぅ。普通に決めまーす。このミスも決めます。で、火作って、下に光4つ消し、からの水で、オッケー、いいよ、オッケー。はい、ということで水曜ダンジョンの地獄級でした。こんな感じでいけます。はい、はい。まあ、他のパーティーもまあ封印耐性5個持って、あとうまく倒しげば他のパーティーでも多分全然いけると思います。ということで、よろしかったらチャンネル登録とグッドボタンお願いします。じゃあね。